びっくりです。こんなに多いとは。時刻は午前11時を過ぎたところですが、この時間ですでにお月屋交差点の近くまで列が伸びています。今日午前、天文館に出現した長い列。行列の先に何があるのか追ってみると、150メートルに及ぶ列の先にあったのは宝くじ売り場です。今年最強の開運日とも言われる今日は、午前10時半ごろに最大300人が列を作りました。天文館チャンスセンターでは、去年10月から先月までに1000万円以上の高額当選者が7人出ていて、その額合わせて20億円を超えています。売り場では今、1等前後賞合わせて7億円が当たるサマージャンボ宝くじなどが販売されています。1時間ぐらい並んでたかと思います。まずは貯金かな。この日に合わせてですか。ですね、亡くなった主人が宝くじがほら趣味だったもんだから、当たったらまあ家を借りて、それが主人の夢だったから。グループ買いです。180枚で15人ぐらい。何に使いたいとかありますか。子供のこととか考えて。一方、鹿児島市役所では縁起のいい日ということで、今日は婚姻届を出すカップルの姿も多く見られます。午前中から婚姻届を出しにカップルが次々と訪れていました。2年間の交際を経て結ばれた2人は、嬉しいです。なんか緊張してます。まだこれからどんな人生が始まるんだろうと思ってドキドキしています。趣味のゲームで愛を深め、鹿児島と神奈川での4年間の遠距離を乗り越え夫婦となった2人、喜びもひとしおです。やっと夫婦になれた。遠距離もしてたので、それ乗り越えられたのでよかったです。幸せいっぱいで家庭を築きたいです。大学時代にサークルで出会い交際しているというこちらの2人、今日は今年最も縁起がいい日だけでなく、2人にとってはさらに特別な日のようで。本日令和6年7月29日ですね。婚姻届でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。縁起がいい日というか、いろいろ重なって、良い日だっていうのと、まあ、それと肉の日も重なってましたのでちょっともうここは行くしかないという。今日も何かしらお肉を食べると食べて、はい、お祝いしたいと思います。いいことばっかりではないと思うので、そういったところも一緒に協力して乗り越えていけたらいいなと思っております。鹿児島市によりますと、普段は1日10件から15件の婚姻届が出されますが、今日は午後5時過ぎまでに39件の届け出があったということです。